特にブラジャーは落ちないかな。こいつは斎藤高2、地元では有名なヤンキーだったけど、いろいろあってグループを抜けた。いいやつだけどバカ。好きなこと喧嘩、嫌いなもの勉強。佐藤と幼馴染。そんで僕は佐藤高2、一人ってわけじゃないけど友達って友達はいない。クールって言われるけど別に嬉しくない。好きなもの本、嫌いなものうるさいやつ。斎藤と幼馴染。中学から疎遠だった僕たちはひょんなことからまた話すようになり、斎藤は学校が終わると僕の家に来るようになった。これは二人の高校生が生産性のない話を永遠と繰り返すだけのただの放課後。女子ってすごない？え？いや女子ってすごない？いや、うん、何か？いやってさ、毎月一回強烈な腹痛が来るんやで。毎月やで。いや俺やったらショック死するもんな。あー確かに。しかも子供を産む時の痛みって男が経験するとショック死するっていうしね。せやろ、俺思ったんよ、やっぱもっと女子を大事にしてこうって。誰に説教されたの？姉ちゃん、たっぷり3時間コース。斎藤の姉ちゃん怖いもんね。いやちゃうねん、別にその怒られたからとかじゃなくて、もっとな、俺はこう女子を敬っていこうと思う。具体的には何すんの？まあ荷物を持ってあげるとか、席を譲ってあげるとか、夜あんまりうるさくしすぎやんとか。それ全部お姉ちゃんに対してでしょ？いやかましいわ。じゃあね、お前はな、俺の姉ちゃんの怖さを知らんから言うんで、そういうことが。僕会ったことあるけど綺麗で優しい人だったよ。あ、お前が見たの裏の顔よ。女ってのはな、常に2つの顔を持っとんで、佐藤が見たの表の顔、裏の顔なんてすごいぞ。殺し屋やね、ほんま殺し屋。あ、お姉さんだ。え、おかえり。冗談だよ、お前な、ほんまボコボコにすんぞ。てか女子はすごいって話じゃなかったっけ？そうそう、でもう一個すごいんがさ、あいつらたまにブラジャー見してくるやろ。え？いや夏とかや、こうポロシャツとかの時にさ、ブラジャーめっちゃ透けとるやつとかおらん？あれ俺見せとると思うよな。いやってさ、俺らにしてみればこうパンツ常に見せとるわけやん。こうパンツ誰でも見てよ状態なわけやん。やばない普通に。え、やばない普通に。そんなんだから斎藤は彼女できないんだよ。あ？じゃあお前彼女おんのかよ。いない。最近3人に告られたけど。1組の吉田さんと3組の田中さん、あと4組の。分かった、もうやめろ。はってか、え、彼女おらんって何も全員振ったってこと？今は1人がいいかなって思って。なんで振ったの？もう誰も好きにならないって決めたから。よし殺す。